はい、ブーミーワールド始まりました。サットです。チョコレートブランド松田です。またこれ、うん、やっぱり霊の方といったらやっぱこれ。そうだね、今日も清掃だから。ただめっちゃ寒い、うん、そうなんですよ。今回も霊芸のアーティストをお呼びしております。はい、やっぱりここの地域の霊芸アーティストを呼ばないと、うん、この番組は始まらないんじゃないかと思いまして。はい、さあということで本日のゲスト、ルードボーイフェイスさんです。どうぞ。お願いします。こんにちは。どうも。お願いします。お願いします。お願いします。お忙しいところ。いえいえ、うわよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいです。いや、生まれも育ちも横浜。そうです、もう地元も横浜です。あ、はい、同じ神奈川だよね。いや、同じ神奈川だけど、やっぱ神奈川ってやっぱありませんよね、神奈川県に対する愛犬精神みたいなの。ああ、もちろん全くない。もう横浜、まあ、地元の方が強いのかな。だから横浜の人はもうよ、どこって言われたら絶対横浜って言うじゃないですか、うん、神奈川って言わないですよ。言わないですね。確かにね。あ、もうだけど他もそうじゃん、川崎とか湘南とか。そう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 。自分は俺箱根はい、俺はもう箱根なんで。かっこいいのか、それ。いやいや、でもやっぱ2位なのよ、箱根って。神奈川県の中で。何が？あのランキング。何のランキング？神奈川県ランキングだから何のランキング？人口とかさ。いや、ちゃちゃちゃ、あのトータルの、もうトータルのランキングとして住みたいとか、もうそうです、それも含めて全部トータルしてランキングがあって、1位は横浜なんですよ、うん、悔しいですけど。で、2位が箱根なんですよ、うん、あとはもう、もう団子状態。悪いな文句。あとはもう団子状態、治安だったりとかいろいろ考えて団子状態なんだけど、そう、やっぱり横浜がやっぱ一番、うん、レゲエを初めて知ったのは、はい、うん、いつ、どんな感じだったんですか？中学の時に、中学2年ぐらいの時に、まあ、友達となんかスケボーとか、まあ、それまではちょっとヤンキーっていうか、もうみんなボンタン履いたりとか、それから中2ぐらいからちょっとみんなスケボーやりだしたりとかして、その時、まあ、あのたまり場でラジカセでなんかちょうど 100% ラップとか、はい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 、100% レゲエとかが流行ってる時で、コンピのちょっとかっこいいから BGM 代わりにかけたりしてて、その時はまだラップとかレゲエとかそこまでハマってなかった、うん、まあ普通にみんなでやんちゃしてて、で中2の、まあ、途中ぐらいに母ちゃんの知り合いがジャマイカに旅行行って、でそれをなんかお土産でなんかあのレゲエの CD をお土産で買ってきてくれて、それで聴いた時にまたちょっとなんかかっけえと思って、そこからなんかその 100% ラップとかレゲエとか聴いて、なんか聴き方が変わって、うん、そこからなんかレゲエにどんどんハマって。また新しい入り方の。母ちゃんの知り合いがジャマイカに旅行行く行かないでしょ、ねえ、行かないよ、熱海だよ普通母ちゃんの友達が旅行行くのは。ジャマイカになんか変わり者の人で、はあ、なんかもうドレッドかけて、なんか普通になんかちょっともうレゲエハマったからちょっと旅行してみたいみたいな感じで、バックパッカーの走りみたいな感じで行った人のなんかお土産で、それ何のたまたまあれだったの？なんかビッグユースっていう、本当にもう俺が聞き始めた時でももう本当70年代とか、ああ、ファンデーションのアーティストの CD だったんですけど、ああ、なんかやっぱビッときて、ああ、うん、そこからなんか聴き方が全て変わって、ブラックミュージックがなんか全てっていう風になっちゃって、なんかそっからもう、そう、そっからハマってるんですね、うん、アーティストになろうとか思ってたんですか？いやいや、もう最初はまあ本当音楽好きで、もうレゲエもどんどんハマって、ただのオタクみたいになって、はいはいはい、友達にめちゃめちゃ CD 貸すけど気持ち悪いみたいな言われるタイプの、本当ただだけど周りには聴いてほしかったんです、ね、そう、聴いてほしいから、レゲエってこれすごいの出会っちゃったからってCD あいつめちゃくちゃ貸してくるぞみたいななんかイメージしたのと違うみたいな言われちゃったりとかして、でまあそっからはなんかこう、まあ、自分で聴きながら、でまあ日本語のレゲエってあるのを気づいて、そっからまあ自分でも歌ってみたいなっていうふうに思って、うん、家でなんかまあこれ、まあ、モノマネっていうかをずっとしてた感じですかね。でデビューとかも、まあ、デビューは17の時で、はい、そうですよね、早いですよね。だそんぐらいというか、もう本当にこうもう一直線というか、もうハマってめちゃめちゃ好きになって、でもう自分でも歌いたくて、まあ、歌い出したというか、はい、デモテープみたいな、まあ、クラブとかまだ行けないからデモテープ作って、はい、でまあいろんなレーベルに
デモテープ送ったりとかして、でちょっと声かけてもらってって感じですかね。そういうデビューのきっかけは。すごいよな、行動力ありますよね。やっぱみんな行動力あるんだよな。 そうなんだよね、そこだよな、違いって絶対でその時その横浜のクラブはどんな感じだったんですか。横浜のクラブは本当にちょっと、まあ東京もそうでしたけど、ちょっと怖いイメージ。ーやっぱ俺なんか中学生だから、やっぱもっと上の先輩たちがなんかまあ音楽やってるっていう感じだから、まだこうどうしてどうやってこのきっかけ入り込もうかみたいなのは全然つかめなくて、まあ最初に本当レコードデビューのが先で。あ、そうだったんですね。そうです、レコードデビューのが先にやって。そんなことあんだ。そうです、もう全然下積みっていうのも全然歌う場所なかったから、レコードデビューが先 で、まあ高校生の、まあ、地元の友達とかのパーティーとか高校生のパーティーとかでは歌ったりしたけど、はいはいはい、やっぱそんななんかレゲエの本当のシーンではまだ全然できてなくて、でデビューしてしばらくしたらコーンヘッドがお前見つけたぞみたいな、お前を探してたみたいな、レコードしか出てないから、かっこいい、はい、あどこにいるんだ。そう、レコードで結構話題になってたっぽくて、はい、でもどこにいるか分かんないから、やっと見つけたぞつってコンヘッドに捕まって、捕まってそっから横浜に、なんかお前横浜の地元なんだから横浜で一緒にやろうぜみたいのでいろいろ連れてってもらって、そっからいろんな人にと出会ったって感じですかね。あ、じゃあきっかけはコンヘッド。そうです、それまで 17にデビューして18ぐらいまでは全然、まあ、知られてないというか、そういう存在でしたね。レコードデビューの先ってすごいよね、うん、全然きっかけがなくて、当時でしたレゲエマガジンっていう雑誌の編集部に電話して、はい、どうやったらデビューできるんですかみたいな。え、それで教えてくれるんですか。そしたら、まあ、レコードのなんかレーベルにデモテープを送ったり、まあ、そういうレゲエのイベントとかやってるちっちゃいイベントとかに、まあ、挨拶して歌わせてもらえばみたいな挨拶してハウトゥーをデモテープを送ろうっていうことを、まずはそういう動きを始めたって感じですかね。クラブに入るようになってラバダブとかそういうことはやったりとかしてました。はい、ありましたよ最初。本当何話マンって言って、何話マンの芸人ラバダブショーっていうのがなんか阿佐ヶ谷だかなんかやってて、そこも本当にもう歌い出し駆け出しの頃普通に歌いに行って歌わせてもらったりとかしました。ラブダブとかやってレコードデビューとかで。そうですね、本当今の多分今は多分それが主流っていうかだと思うんですよね。俺の場合はきっかけが本当分かんなかったし、15歳ぐらいとかだったんで、あんまクラブも本当ね入れてくれない場所も多かったんで、コンヘッドが出るイベントの前座じゃないけど、もうコンヘッドのライブの時には1曲歌わせてもらえるみたいなので、割と横浜だったり東京とか、まあ、地方とかも連れてってもらえるようになってから、割と名前もみんなに認知されるようになったって感じですかね。だからその後にロメオ SP でアルバムを出しますよね、はいはいはい、あれはどういった経緯で。その時はコンヘッドとつるんだりとかしてて、コンヘッド割ともうその時からヒップホップの友達いっぱいいて、ラッパーとかもジロザールスとも一緒に曲やったりとかしてて、だからそのつながりで割と俺もヒップホップの、まあ、オファーも多かったし、その時に本当たまたま俺のレゲエの、まあ、キャリア途中で、まあ、自分のアルバム出したけど、なんかちょっといろいろ自分の中でもいろいろなんですかね、ちょっとこのままでいいのかなみたいな時に、ちょうどあのブルックリンヤス君、はい、うん、ヤス君でやって、まあ、その時になんかスタジオ遊び来ないよみたいので行って、もうちょうどオジロザウルスとあと風林火山のフト君とで、ニューヨークから戻ってきたばっかの DJ スニーズと、はい、いやもう地元横浜だし何かやろうよみたいので、なんか毎週火曜日ソロメロのスタジオに集まって、毎週火曜日に絶対なんか1曲作ろうみたいなプロジェクトから、なんかそのロメロ SP っていうのが始まって、もうほんと火曜日にスタジオに集まって曲ただ撮るだけの、はいはい、毎週っていうなんか集まりでしたね。ヒップホップ畑にも名前がボンボン広がって、イコール君の強奪ゲームターミネーターっていう曲も作ってますよね、リュウ君と。そうですね、だからもうあのロメロでフューチャーショックのスタジオにいた時はもう毎まあ、火曜日絶対にこういろんなアーティストが絶対に顔を出してて、そこからどんどん広がってって、まあ、その時もイコール君も龍蔵君とかもその時に知り合ったし、うん、その時モサドとかもその時に知り合った感じですかね。ちょうどマッチョ君もモサドとやってますもんね、はいはい、そうですそうです、ヤンガンズとか、はい、あの時代にだから俺も知り合ったし、ディオ君とか、うん、あの戻ってきたばっかのアフラ君とかもうその時本当フューチャーショックのスタジオで
本当初めて知り合って、だから それがやっぱすごい俺の中では刺激的だったんですよね。レゲエアーティストじゃないいろんな他のジャンルのアーティストから楽曲を聴かせてもらって、それがめちゃめちゃ刺激になって、そこがやっぱ、自分のキャリアの中でも、一番でかかったかもしれないです。うわ、まあよくピンとこないですけど、そのスタジオでこの知り合うってなんかどういうことなのかなって思います。なんかどういう感じ、そのスタジオってスタジオ誰かがやってるぜ、ちょっと行ってみよう、顔出そうかみたいな感じなんですか、それ。まあ、ジャマイカもそうなんですけど、まあ、その時フューチャーショックは本当に絶対にスタジオに、まあ、スタジオでなんか誰かが作業してたらそこに誰か遊びに来るみたいな。なんすか遊びに来るって、その感覚がなんか、まあ、なんかそこには必ず誰かがいるから、うん、今日暇だし行こうよっつって、たまり場みたいになってる、そうですね、そこで情報交換したり、まあ、俺こういうやばい曲今作ってるぜみたいなのとか、ああ知ってるお前みたいな感じですか。てか、まあ、俺からしたら言ったらすごいビッグネームしかいないから、まあ、すごいなんかすごい時間っていう感じでしたけどね、いつも知らん名前の知ってる人ばっかりがそこに集まってたんで。そんな集まれるとこなのスタジオって。なんかみんな言うじゃないですかミュージシャンにとってスタジオに行ったらとか、はい、スタジオってそんななんかこうあのだべったりとかそんなできるようなところなんか、まあ、そういう風に作ってるアーティストもいるし、やっぱ本当こもるためにすごいちっちゃい狭いとこで人を入れないでやってる、まあ、ストイックなアーティストもいますけど、割となんかフューチャーショックは割とみんな集まってチルして曲作るみたいな。だけどそこでレゲエのアーティスト同士でこう広がるんじゃなくてヒップホップのアーティスト広がったので大きかったですよね。そうですね、ヒップホップのなんか人からもう、まあ、重宝されたっていうか、まあ、ネタとしてやっぱレゲラガマフィンがやっぱ曲としてこう出せできるの武器は結構武器だったので。僕あと一個ヒップホップの曲で好きなのがアナーキー君の曲、ビギンアナーキーってブロさんと作ったアルバムの一曲に、はい、ブロークメモリーっていう曲があるんだけど、それがかっこいい。龍蔵君と知り合ったのがきっかけで、多分本当アナーキーもそうだし、あのアルエテッドの周りの、まああのエイトマンとか T.O.P. とか同い年なんで、そうですね、まあ、あれはもう地元の昔からの友達だったんですけども、本当ヒップホップのアーティストはもう本当フューチャーショックのおかげっていうか、80年代クルーははは、めちゃくちゃいるのこの業界。誰がアーティストも裏方も、あ裏方も、うん、昭和55年組っていうかは結構アーティストも本当にプレイヤーも割とで、まあヒップホップの方が多いのかもしれないですね、レゲエよりも。グループがあるんですよ、ライングループ、ライングループまあ55年組の、はいはい、もういろんな、まあ、俺も知らないぐらいとか、もう本当あ同い年だったんだみたいな、そのライングループで知るぐらい、まあ、全国にその55年組がいて、それでイベントやったりとか、いや100人、そうなんだよ、ライングループ100人近くいたんじゃないかな。そのライングループで何か走ったことあります？いや、なんか走ったっけな俺そんな目立つタイプじゃないんで、多分T シャツ買いますとか、そんな T シャツ買いますそんぐらい、そう T シャツを作ってくれる、 T シャツ欲しいなぐらいのつぶやきしか多分 LINE ではやり取りしてないけど、そんぐらい結構そんな、いっぱいいて、結構このパッションというか自分がやりたいことをやれる方がまあ一番いいから、メジャーってまあ俺には向かないなと思う。めちゃめちゃ攻撃してやろうと思います。まだまだずっとやってやろうかなと思う。